続きましてこちらのトリビアです。あと ベトナム語で鳩はチンポコ。でも鳩ですからね。鳩です、はい、あ、びっくりした。じゃあどういうふうに呼ばれているのか見ていただきましょう、はい、こちらが確認の VTR です。ベトナムの言葉や文化に詳しい東京外国語大学の川口教授はこう語る。はい、確かにベトナム語で鳩はチンポーコと言います。チンポーコ。実際にベトナムの方に聞いてみた。チンポカオ、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 チンポカオ。確かにベトナム語で鳩はチンポコだった。せっかくなのでチンポコに関連するベトナム語をご覧ください。白い鳩。チンボカオちゃん。チンボカオちゃん。これはいいよ。チンボカオちゃん。九羽の鳩。チンコンチンボカオ。チンコンチンボカオ。この鳩。チンボカオない。チンボカオない。七羽の鳩を罠にかける。バイバイチンボカオ。バイバイチンボカオ。バイバイしちゃうの？鳩が走ってしまった。チンボカオ、茶色い。チンボカオ、茶色い。ベトナムへ行かれた際は、平和の象徴はチンポコとお呼びください。いいね。